こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、松橋です。松橋さん、ハネパールに行ったの？そうです、行きました。まだネパールについて知らない人が多いから教えてほしい。まずネパールに行くには直行便でも行けるが、乗り継ぎしていく方が安く行ける。私の場合はバングラデシュで乗り継ぎしていきました。なるほど、確か2023年9月ぐらいに成田空港からの直行便が復活したみたいだな。その直行便でまずはバングラデシュまで行ったぜ。時間は7時間ぐらいだぜ。思ったより結構時間がかかるんだぜ。一波偏西風の影響もあるからな。バングラデシュに2日ぐらい滞在したぜ。ちなバングラデシュに入国するにはビザが必要だぜ。入国するには事前にビザを取らなきゃいけないね。日本人の場合は現地の空港で取得が可能だぜ。パスポートを見せて航空券と予約位確認書を見せればビザ取得ができたぜ。なんといってもなんとカレーライスが美味しいんだぜ。ネパールと蜂が独特な味付けが癖になる。この通り飯も美味しいんだぜ。そうなんだ。初めて知ったわ。ビザの申請も簡単そうだし行ってみたいわ。現地でアライバルビザが取得できるぜ。首都のダッカは人口密度がすごいらしいぜ。あと交通渋滞もすごいぜ。交通渋滞を緩和するために新しいメトロが日本の支援によって作られたんだぜ。それは素晴らしい。さすが世界の日本だわ。空から見たバングラデシュの街並みだぜ。工場排水の影響で霞んでいる。バングラデシュも高度経済成長しているからな。ワイも行ってみたいのだ。バングラデシュ人にもずんだ餅を味わってほしいのだ。あとはネパールにも行ったぞ。ネパールの方からアユアコリアと言われました。ネパール行く途中の空からの景色です。多分エベレストだと思う。多分エジプトとかドバイに行く途中も見えるで。なんて素晴らしい景色だ。私も見たい。空の上を通過すれば見れるぞ。ネパールの山肌の村だぜ。そういうネパールの文化も味わってみたいぜ。ネパールでおすすめのツアーがあるぜ。ぜひ参考にしてくれ。まずハイベレスト遊覧飛行だぜ。もう一つハイベレストベースキャンプトレッキングだぜ。飛行機に乗ってエベレストに接近できるぜ。どちらもネパールのトリブバン国際空港からアクセスできるぜ。ベースキャンプツアーは麓の村の食や文化を味わうことができるぜ。申し込みはツアー会社に事前に連絡したぜ。下の概要欄に貼っておく。なるほどな。実際に行った人がいるといろいろ参考になるな。やっぱり最初は海外に行くのは不安に感じるな。ははは。でも行動力があれば行けるぞ。今日のゆっくり海外旅行解説会場だ。松橋さん、ありがとうございました。